参加第一工業。ああ、負けたおい。最後の最後まで。ああ、いいとこ見せれずに終わりかおい。こんなんで終わるわけねえだろ。おい、次。何があるかわからない。何があるかわからない。だから俺諦めねえぞ。せっかく掴んだのにチャンスを。また話ですよ、ファイヤーさん。またあなたに止められる。せっかく大先輩2人を連れて勝利を狙ってたのに申し訳ない。ジャストジャパンのね、選手初めて来る年やったけどね、みんないい選手だ、若手の友達含めて。ただね、綾部分岐戦でそうやってお手になってしまってるんだから、綾部本人が取らないと、あいつが取らないと。そうじゃない、その代はどうせ勝つならあいつが取れる。まあ負けてるとこなんだけど、それはいいね。まあそれはあいつに期待を込めていってない。もう負けたらすごいことなんだけど、まあとりあえずね、まあ負けて悔しいけど、綾部に関してはね、復帰おめでとう。そうだけど、川大地デビューした、この俺が先輩、先輩、今日で終わり。川大地は俺の生まれ故郷がなくなると一緒なんだよ。今回こそはと思ってたが負けた。そんな悔しいことあるか、お前。キングオブ JTO も負け、高田一も勝てず全敗。こんな悔しいことあるか。で、あと生まれ故郷もなくなる。悔しいよ。やりたいやつもいた、戦いたい、再戦したいやつもいた。そうだろ、もう名前言うよ、海野翔太。デビュー戦の再戦したかったんだよ。それがなくなった。ああ悔しいよ、いろんな思いやつか。この高田一の思いは強いとか言ってるけど、俺が一番強いからな。忘れんなよ、海の翔太と。いつかやるから、絶対やらせてもらうぞ。再戦リベンジだ。以上。それから最後に大使さん、俺は最後まであなたを追ってますよ。いつかあなたと試合がしたい。ファイヤー、必ずやり返すからな。引きおめでとう。ありがとうございます。いや、おめでとうございます。いや、9月から、まあ、いろいろ2年とか手術とかあって決勝することになって、まあ、なんとか今日復帰することができました。しかもこの高田一アニア、しかもラスコ高田一という最高の舞台で自分の復帰戦を組んでいただいたこと、本当感謝しかないです。そして、まあ、年内に戻ってくれてすごいホッとしてます。まあ、試合は自分が直接決めることはできなかったですけど、ファイヤーが決めてくれて、なんとかこっちタッグ勝つことができて、なんとか良かったなと思います。まあ今日見てて、ヨモンジ、アキラとかファイヤーとか、まあ、イーグルさんも知るんですけど、めちゃめちゃ頼もしくて、頼もしかったと同時にすごい焦りを感じました。まあ、この約4ヶ月間試合してなかった中で、やっぱみんな試合だったり経験積んで成長してるんだなっていうのを目の当たりにさせられたんで、また出遅れた分はすぐに取り返していきます。ありがとうございました。高田市マニア、高田市レスリングマニア、続けて出させていただいてたい。自分はタッグとしてずっと、まあ、負けてしまってて、今日もこうして、まあ、後輩たちの、まあ、力もありきで、まあ、最後勝つことができたんで、まあ、気持ちは晴らすことができたんで良かったです。まあ、これは点で終わらずに自分でしっかりつなげていきたいと思います。ありがとうございました。まあ、
自分は今年の1月の高台市から今回までずっと出していただいて、今回レンさんの復帰戦のパートナーということで、まあ、イーグルさん、ファイヤーさんと組ませていただいたんですけど、自分は強くなメンバーでも戦っていきたいんで、自分はずっとライバル視していきたいと思います。ありがとうございました。最後の高台市、まあ、レンさんの復帰戦はありましたけど、決めたのはこの俺、ファイヤーが好きです。自分はこれからもっともっと燃え上がっていって、そして団体のベルトが今流出してます、安浦野にあります。自分は安浦野から絶対に絶対取り返すんで、皆さん見ててください。今日のような勝利を安浦野から取ってみせます。ファイヤー！